Uh, we are going to turn our attention to the word of God. Uh, we believe the Bible to be true. We believe it's an important part of what God has ordained for us to instruct us how to live our lives and to tell us the story uh, uh, that He's been unfolding throughout history. 本当に真実なものであり、また神様が私たちに、えー、このように、えー、生きていき、またこのように、えー、神様のストーリーが、えー、展開していくんだよということを語りかけてくれる、えー、そのような書物だと信じています。Bible, えー、もし聖書をお持ちでなければ、えー、スクリーンにも出てきますので、えー、大丈夫です。えー、でフィリピ ピリピリとへの手紙のシリーズを続けてきています。Uh, でえー、今日は12節から15節、えー、3章を見ていきたいと思います。 そしてこのピリピピンの手紙は新年明けてからずっと見てきています。Uh, で、えっと、多くのこと、私たちが学んでいけるものだと思っています。So, 3, なのでピリピ p ト i の手紙の h a p t 3, 章 12, 12節から15節。Re はい、では日本語でお読みします。 私はすでに得たものでもなくすでに完全にされているのでもありませんただ捉えようとして追求しているのですそしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです兄弟たち私は自分がすでに捉えられたとなどと考えてはいません ただ一つのことすなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばしキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのですですから大人である人は皆このように考えましょう。 <to> うん、もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。そ、so、last week we were looking at the first part of chapter hey, 先週はこの3章の初めの方を見ました。We hey, イエス・キリストと つながって交わりながら生きていくということの,のことを、のこと、10つのこと、10つのてい11つのこと、ていのこと、2つのこと、2つのこと、2つのこと、10つのこと、11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 つのこと、1つのこと、1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 1つのこ o 11つの i s 1つのこと、1つ n こと、1つの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 こと、

to unpack those verses. If I ask the Christians in this room, do you want to spend your life pursuing fellowship with Jesus Christ? I'm pretty sure most people would say yes. イエス様とつながって、一緒に混ざって生きていくということを追求していきたいですかって聞いたとしたら、この部屋にいるクリスチャンのほとんどの人が、はい、そうしたいですって言うと思います。As as have, でも、えー、皆様、私のようにクリ,スチャンの時クリスチャンになってからの期間が長くなればなるほど、 自分のクリスチャンのこの歩みっていうのの中で何か行き詰まってる何か止まってるって、えー、思う時があるんではないでしょうか。 なんかクリスチャンになったけれども壁にぶち当たったような感覚あ自分はもうなんか成長していないんじゃないかって思うような、えー、そのような感覚に陥る時期 Times when God 神様が前ほど自分と近くないような気がするってそういうふうに感じる時があるんではないでしょうかまず自分がクリスチャンになったばっかりの時のことを思い出してみてください Change seemed to happen、really quickly.

ああイエス様がこんなことを自分に差し出してくれているんだということにこう、何て言うんだろう、気づかされることがたくさんあるみたいな、ね。You're enjoying the process of turning from your old life and entering into a new life. そして自分の,あの昔はこういうふうに生きてたけど、こういうふうに生きていこうとか、これが私の新しい人生だって、えー、そういうふうに思った時期がありませんか ?But after so long, you get to a certain point in your Christian journey. だけど、ある時、クリスチャンの歩みの中で、 あれって stuff, kind of なんかこう簡単に変わっていくみたいななんかそれが終わってしまったようななんかそういう時期が終わってしまったんじゃないだろうかってそしてなんか変えられるとか

でも、えー、若い時は結構長距離を走るっていうのをやってました。で、長距離を走っている人は大抵あの二つのなんかポイント、こうなんていうんだ、タイミングを覚えていて。で一つ目はその、えっと、ランナーズハ,ハ,ハイな状態ですよね、走ってて。A なんかすべてがうまくいっているって感じるか、なんか、しゅふくのときみたいな。で、そして、えっと、あのランナーズロー、あしくり、ローのとき、また、moment where it just feels like your whole body is aching and shutting down。も、自分の、からだか、いたくて、あ、もう、も、これいじょう、できないと思う。ん、あ、pursuit of fellowship with Jesus Christ、いつ common 私たちもまたそのイエスを追求して生きていくっていうこのクリスチャンの人生の中でこのような2つの時期を経験するっていうことはよくあることですなかもう全部がうまくいっててっていうあすごいうまくいってるっていう時期があってそしてなんかちょっとつっかえてしまった なんか神様は遠くにいるんじゃないかって感じる時期 to そして、えー、この今日うの、えー、パウロの言葉っていうのは私たちがそういうちょっとあハマってなんか深みにはまってしまったって思うなんかそこから出れるように、えー、してくれる箇所だと思いまいまいえ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  ここでパウロが進めていることというのは結構単純なことです。一つは目、えー、をあ外を見る目を光らせる。<Look up. S 2> そして、えー、見上げる。<Look backwards. S 2> そして振り返る。<Look forwards. S 2> そして先を見る。Uh, でえー、ポイントはつ目。Look out. Eh Philippians 3, verses 10 and 12. This is what Paul says. Eh, eh, 10節, he says, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection, on participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection of the dead. 私はキリストとその復活の力を知りキリストの苦難にも預かってキリストの死とと同じ状態になり何とかストーナジオタニナリ、ナントカシテシャノナカカラフカツニタシタイノです。 私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そして、それを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。私たちが前に進んでいけなくなる一つの大きな理由というのはあ、自分はもうなんか到達した。 って思うこのパウロが目的地として話していることっていうのはもう完全にされる時みたいなもう完璧完全化っていうなんかそういうところ。 でもパウロが言っているのは私はそこには到達していないと言っているんです、ね。ス様と歩む時間が長くなればなるほど私たちどこか自分であどこかにたどり着いたなんかもう到着した。 自分の人生の中で、イエス様こうしてくれた、愛してくれたっていうことばかりを考えて、今、私と神様がどんなことをしようとしているかされているかっていうことを考えなくなったりしてしまいます。なので 成熟したクリスチャンの、えー、サインっていうのは、どその人たちがあ完全な通りになんかどっかに足した、完全さに足したって思っているっていうことではなく、ともっともっとイエス様を親密に知りたいって思いながら、もっともっと知りたいと思っていると。いつのファクトでプレッシ えー、その復活の力っていうのをもっと知りたいって思うっていう。そしてそうしながら、実際のところもっとイエス様のように変えられていっているっていうことが起こっていると思います。なので、ここでパウロが、えー、一つ目のステップとして与えてくれているのが、そういう偽りの 本当はそうじゃないのに、達したと思ったりあ、もうたどり着いたと思う、そういう気持ちから、えー、守られるように。というこか、そういう気持ちに気をつけようと。自分はもうたどり着いたんだって思う、えー、そういう気持ちは気をつけましょう。Second point, look 2、えー、二つ目、見上げましょう。12 12節私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありませんただ捉えようとして追求しているのですそしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのですえ私たちこの クリスチャンとしての歩みの中で、えー、どこか停滞してしまう、えー、その理由のもう一つ。自分たちが自分のうちばかりを見て十分に上を見ていないということ、えー。もし何度も自分ばかりを見ていたら、えー、きっとあのだんだん えー、落ち込んできますでも、パウロがここで言っていること、えー、結構深いですし、えー、大事です。自分がそうやって。あの 追求している、えー、そうやって前に進んでいこうとしているっていうのは自分の中にあるものがあるからそうしているのではない私がそうやって追求していこうこのクリスチャン人生前に進んでいこうと思っているっていうのはそれはただイエス・キリストが自分を捉えてくれたからだって言ってるんです本当に強い変化の力変化の力は えー、どこからその本当にの力が湧いてくるのかというと、イエスキリストが自分をイエスキリストご自身のものにしてくださったっていうそこ。え皆さんにとってイエス様が自分を捉えてくださったっていうのはどういうことでしょうか自分が イエス様の方に向かっていこうとか。イエス様に歩み寄ろうとか。それ以前に、イエス様が私たちの方に歩み寄ってくださったんです。God in his grace and mercy reached down to me. 神様がその恵みと憐れみの中で、私に届いてくださった。He took hold of me in the miry clay。もう泥沼の中にいる私の手を取ってくださった。And He brought me up to new life in Him. このイエスにある新しい命っていうものに私たちを生かしてください私たちは、私た私をイエス様ご自身のものにしてくれたからだからイエス・キリ私トにあって私たちは、私のちは、私たちは、私たちは、私たちは、絶対ない引き離すものは、絶対ないんですは、私たち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 は、は、は、 えー、この追求していくっていう、えー、この、えー、聖書的な概念。自分がもっといい人になろうっていうコミットメント、えー、その自分の意思っていうところにその根拠があるのではなくて。 私たちが追求していくっていうことはただ、イエス・キリストが私たちを捉らてくださっ,たっていうことです。こる。もう、イエス・キリストが私のために祈ってくれている。イエス・様が私のために戦ってくれている。もう自分がもうイエス・様から離れていこうって思っている時でさえも、神様は私たちを引き寄せてくださっている。それが それが根拠なんです。福音を聞いて、クリスチャンでも福音を聞いて、あ、と思うけれども、でも、結局、自分が頑張る、自分の意志っていうところに戻っていく人がたくさんいます。Being. だから、ここでパウロが、 追求していいるんだっていう時にパウロがすごい超人だったからっていうわけではなくてイエス・キリストがパウロ自身を捉えていてくれているってパウロが知ってるからです。ただそれが根拠なんです、えー。もし皆さんがどこかクリスチャンの歩みの中で停滞しているなって思ったらどれだけ自分を見て いるでしょうかそしてどれだけ神様を見ているでしょうかあ,、うん、ある人はこういうふうに言いました。Yourself, 自分のことを1回見つめるごとに、イエス・キリストを10回見つめてくださいと。<ー>自分が誰か、何者かという前に、イエス・キリストを見てください。 なので、まず、えー、自分はもう到達したんだって思う、その思い、気をつけてください。イエス・キリストをよく見上げてください。えー、そして、イエス・キリストが自分を捉えてくださったんだ、捉えてくれているんだって、思い出してください。そして、三つ目、振り返る。 Verse 13 says this: Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have, be, have to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind.How、えー、many of us are not? 皆さんの中で、えー、自分が前に進んで、えー、と前のものに向かっていけてないというのは、えー、過去にとらわれているからテいう方はいらっしゃるでしょうか。あ、で、おう、トシ年を取れば取るほど。 後悔っていうなんか袋があればそれがだんだん大きくなってきます。Okay. That え、その後悔っていうのがどん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 膨らんでいく。なぜならあ年を取れば取るほ生きれば生きるほどああの時こうしていればよかった。あそこに戻り戻ったらこうなるだろうかということが、えー、出てくるから。<S S 自分が犯してしまった罪選えんだ、チョイス自分が選択したこと、自分が傷つけた人。自分が傷つけた人。21歳の時に私は、え、場で、え、フォーマンスをしていました。I had the lead r o l え、そこで、え、シュ n d の、え、おもらって、え、そこで、え、シュアクの、え、お s らって、え、 Go on show. でそれが、えー、オープニングですっていう10日前に、えー、私は突然やめました。As a 私はそ、まあ、そのの時未熟な21歳で、えーその その劇のディレクターよりも自分の方がその劇を分かっていると思っていたんですね。もうがっチケットも売って,っていった時に、なので,で、主役がいなくなって,っていうことに、10日のうちに誰か代わりの人に立ってもらうというので、お金も労力もかかりました。 From that production company come up on Facebook, I get reminded of that. Occasionally, I wake up in the middle of the night with a slightly cold sweat because I've been thinking and dreaming about that.

神様の前に悔い改めてとかもしました me, でも、えー、自分を落ち込ませようとか、内股し打ちまか、せようとして動いている敵がいるわけです。そして私に、えー、疑問を投げて、えーと、疑惑、えー、不信感をあの問いかけてくるような悪魔がいるわけです。 あなたのような人を神様が本当に用いれると思うって you 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 何かあの インパクトを与えるることができるようなそんな,にそんなふうに神様のために使えるとかあなたができると本当に思っているのって。あなたの過去を誰かが知っていたらもう誰もあなたのメッセージなんて聞いてくれないよとか。Satan tries to use the regrettable things in the past to paralyze us in the present。 今私たちが動けなくするっていうことを、えー、仕掛けてくるわけです。でも、パウロがここで言ってるのは、すなわち後ろのものを忘れって言ってるんですね。えー、これはポジティブに考えよう、ポジティブ思考になろうとかっていう話ではありません。 福井にあって安らぐっていうことなんです。私は追求しているのです。なぜならイエス・キリストが私を捉えていてくださっているからです。イエス様が私たちをご自分のものにしてくださったとき、そのときに私たちのいいところだけじゃなくて悪いところも全て。 そして、もうその一番いいところ、そしてもう一番最悪なところ、えー、それを持ってあなたを捉えてくださったんです。He holds you with all your strengths and your amazing qualities。皆さんのもういいところ、もう素晴らしいところ、優秀なところ、それを神様は捉えてくれてます。You そしてまた、失敗、後悔っていうものを持ったあなたをも捉えてくださってるんです。 パウロは、えー、あなたの過去のことを考えないようにしなさいって言ってるわけでもありません。振り返ってもうあの無茶苦茶なやつあれ全部十字架に釘付けられたんだよってことを覚えようって。y、えー、あんなことなかったってなかったことにしようっていうのではない。 もうそれを捉えてくださった方、それを持ってくれている方が誰なのかっていうことを思い出すってことなんです。ええー、このいう言葉を書いたのは誰でしたか。このピリスビトンとガムを書いたのはパウロでした。

To Jesus as well. でも自分はもうキリストのものになった。だから自分の汚ないところもキリストのものになったんだっていうこと、をパウロはよく知ってるんです。私たちを今、決定づける何者かと決定づけるもの,ものっていうのは、過去ではありません。Who you were and where you've been To you あなたがどんな人だったか、どんなところにいたのか、それが今の私たちを決定づける必要はありません。自分は到達したんだって思うその思いに気をつけてください。そして、イエス・キリストを見上げてください。そして、イエスが私たち、皆さんを捉えていてくださっているということを思い出してください。 そして、えー、自分が、の後ろにあるものを、忘れる、そのために、後ろを見てください。<point> で、四つ目。<Look forward. S 1> 前を向く。13ええ、十三節と十四節、こういうふうに書いています。Ahead, I press on towards the goal, to win the prize, for which God has called me heavenward, in Christ Jesus.。 ただ一つのこと、すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって、身を伸ばし、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して、走っているのです。That's forward-looking language。これは前を向いている、そういう、えー、言葉です。Paulo は前のものに向かって、 The best way to understand this is to go back to thinking of a runner. Hey and the finishing line is up here. ゴールがそこに見えているという時に、er、でその最後のテープを切る時ってみんなこう身を乗り出しているのを皆さんテレビとかでもご覧になったことあると思います。Okay, えー、私たち、えー、多くのクリスチャンが、えー、クリスチャンの歩みの中でこうちょっと停滞してしまう。 えー、なぜなら福音に身を伸ばすっていうことをしなくなるから福音っていうものをただ罪の許しとだけしか、えー、見なくなってしまう。その天,に天国に行けるっていうチケットを手にしたからもう忘れてしまってあの福音に身を伸ばしていく。 といううこを忘れてしまもし、イエス様は、えー、あなたたちの罪を許し、そしてみんなが天国に行けるように、十字架で死にましたよ、以上だったとしたら、クリスチャンになってから天国行くまで、私たちどうしたらいいんでしょうね。 この福音っていうのはもっと大きな話なんです。え、初めに神が天と地を作って想像しました。でも人類は神様に敵対しました。そしてその神様への反抗がゆえに えー、この地球っていうものが崩れていきましたあ、えー、状態が崩れました Genesis,、right. でも神様がちゃんとそのすべてを正してくださるっていうことを、えー、もう創世記の中で告げてくれています prophets, priests,、えー。そこから神様は預言者を送ったり、えー、王様を送ったりして。 イエス・スキリストというその神の一人子が来るというその準備をしていました。そして、イエス様が来てくださってこの天と地というものを一つにしてくださって神様と人というものを一つにしてくださってそして、新しくしていく。 新たにしていくっていう作業を始めてくれました。So、だからこの私たちのこの、えーえー、私たちのっていうかこの全てが神様が意図したようになっていく変えられていくっていう、えー、そういう時か私たちは生きています。で クリスチャンになった時に私たちもまたその神様のストーリーの中に招き入れられました。 神様がもう一度いろんなものを再生していくっていうその働きの中に私たちは入れてもらったんです。だからこれから来るものっていうものを私たちは期待しながら このパウロがここで前のものに向かって身を伸ばしっていうのは要するに私たちがそのえ待ち望んでいる心天心地っていうものにこうなんて言うんだろう 身を伸ばして、もうそこに向かって、えー、生きていくことができるということを言っているんです。だから、パウロはこの教会っていうものが、えー、そういうこれから来たるものの味見だっていうことを知ってました。だから、このピリピの手紙の中でのメッセージっていうのは、えー 私たちは自分のものを知っていることを知っていることを知っている。His message isn't: hey, just, hey, I've been forgiven of my mess. It's because Christ has done that that now I can lean into the new kingdom. イエス・キリストがこういうことを全部してくれたから、だから私は今からこれからこの新しい御国というものに身を伸ばしながら生きていけるということなんです。よ、so、なので、えー、ちょっと現実的に考えてみましょう。 この心理っていうものは私たちが今週生きていく、えー、それにどのような影響を与えると思いますか皆さんの中でもあのこの教会のスモールグループに、えー、入っている人もいると思います。で、えー、そうやってあの仲間と一緒に会って。 You'll, you'll probably open up the book of Philippians together. そして, uh you'll study it using our study guide. Study uh and then you'll spend some time in prayer. Uh uh but if you come to that small group thinking, oh, yeah, this is the time when we answer questions about the Bible. で,でももしそのスモールグループに集まるときにあここでは私は何か質問されてその質問に答えるんだって、えー、そういう場所だと思いながら来たとしたら。Guess what? えと happen? どうなると思いますか <laughs>、えー、きっと、えー、そのグループに来てあ聖書のこういう質問があるからあそれに答えましょうって答えて答えると思います come, でもあこのグループはこれから来る天国の味見 なんだって思いながら来たとしたら、えー、そのグループに出るときの態度が変わると思います、うんえー。その祈りっていうのが、今こうであってほしいっていう、えー、そういう願いだけでなく、えー、これから来たるその、えー、命あ、その。えー

なんかそれを本当になんか一緒に生きていくってどういうことだろうかっていうことをこう考える時間になるんじゃないでしょうか。何か今衝突を避けるっていうことよりも、りもああもうこれから永遠に 一緒に生きていくんだったらあどういうふうに一緒に生きていくかなっていうふうにもっと考えてもっと努力するかもしれません。This is what it means to strain forward、lean into the goal that is to come。だから前のものに向かって身を伸ばして、そうやってしながら生きていくっていうのはこういうことです。えー、来たるものがあるっていう、えー、それを思いながら今を生きるっていう。 Today's passage ends with these words. Verses 15 and 16 says this. It says, Let those of us who are mature think this way, and if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Only let us hold true to what we have attained. ですから、大人である人たちはみんなこのように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし、私たちは到達したところを基準にして進むべきです。Paul think this w a y が言っているのは、こういうふうに考えましょうって言ってる。Have this mindset、えー。こういうふうな考え方をし,てしましょうって言ってる。Check. 自分がここにいるっていうその理由っていうものをもう一度考えてごらんて。Together, 先週のメッセージと今週のメッセージを合わせて考えてみると、私たちにとっての本当の満足っていうのは、もうこれ以上ない満足っていうのは、イエスを知ることであり。 そしてイエスとつながっていることであり。Then, the えー、そして、えー、最も優れたメシ、えー、っていうのは、私たちが神様、イエス様、よりよく知って、より知っていくっていうことです。 私たちクリスチャンとしてこのクリスチャンの歩みの中であ停滞しているな壁にぶつかったなてるなって思う時っていうのが出て絶対ありますそういう中でそういう時期にこうしましょうって言ってる四つ目のことは四つのことは、えー 自分が到達したって思ったなら気をつけましょう。イエス様を見上げて、そして、えー、イエス様が自分を捉えてくれているということを思い出しましょう。そして、えー、自分の後ろに何があるかそれを忘れるために後ろを振り返りましょう。そして 天に向かって私たちに神様が与えてくださったものそれを見て身を伸ばしてそういうふうに生きていきましょう。 私たちは日曜日にこうやって教会として集まります。なぜなぜら私たちこういう心理をもうすぐ忘れてしまうから。私たちこういう心理を思い出させよう。私たちこういう心理を思い出させよう。私たちこういう心理を思い出させよう。私たちこういう理を思い出させう。私たう忘れちゃうから。 そして私たちの生産式を一緒にします。そういうこういう真理を思い出すためにその機会があります。なぜなら私たちもすぐ忘れてしまうから。なので一緒に立ちましょう。S <S 祈りましょう。 天まあなたの御前に出ます grace, 私たちはあなたの恵みと憐れみが必要です。私たちは全然到達していません。 どうか、聖霊様あなたが私たちに、えー、たびたび、思い出させてください、えー、イエス様あなたが私たたちを捉えて、いてくださるとといいうことを、えー、思い出させてください、the the us, そしてえちの思い出させようてください。えー それをあ家事や私たちのとから神様あなたが守ってください私たちの恥や家事と家事と過ちをえあなたのと恥と過ちとあなたの前に。えー もう一度、差し出しますどうぞ、子、えー、羊の血でそれをおってください。Lord, そして新しく、えー、来てあるそのたたのために、私たちのために、私たの私たちのここで私たちのように、家族とのて生に、ていくか教えて私てちのために、私たちのために、私たのために、よってのりまに、<Amen. S 1> アたちのために、